セカンドへの打球、今日は石井がいます。回転して一塁送球、ふわりと浮いています。これはレフトが見ます。アルカンタラ空振り三振。状況でどういうゲームを作れるか。打ち上げました。鈴木大地の打球はファンブゾーンでサードヤチが待っていました。さあで今度は初球打ち、ファーストの打球はチギアが取ってカバーに入ったことに渡っています。かなり変わったことがありますね。ちょっと危ないぞ。加藤渡田器用にバットをかわしながらボールを使って、そして一塁送球、ナイスプレー。いくれるかなというような内容でしたけどね。ライトへの打球、細川ナイス。ストライクゾーンという意味では絞りやすいと思うんですけどね。そこからただボールを動かしていく、まあそうですね、はい。空振り三振。空振り三振、2打席連続三振になっています。さあ、投球回に到達ということに。うん、ジャストロキング、見逃しの三振、ツーアウトになっています。完璧なコントロールですよね。もう鈴木大地、これ手出ないですか。どこかをキャッチャーのミットに向けるとか。あ、これセンターの打球、大きな打球になっています。センター大島がバックしてフェンスの手前で掴んでいます。スリーアウトでナイスプレー。打ち上げました。センターへの打球、大島がいます。掴んでワンアウト。すぐになんとかその場を用意したいと。そうですね、ここですね、はい。打ち上げました。9番バッター太田はキャッチャーフライになっています。あの自分の、ね、投げやすいコースをこうまず軸を決めるとか、うん。で先頭に戻って山崎はショートゴロに終わって、加藤は援護をさらにもらった。5回の表はわずか8で、セカンドへの打球、石井がいます。まあ、元々はもっと長く投げられるだろうなという感じでしたけどね。狙い球を絞ってるはずなんですけどね。ラーセカンドの打球、ただファーストカバーはどうだ。あ、いっていますか。このナイスプレー。東京ドームのオープンもそれこそわーっとジャストロキングで最後は入っています。鈴木見逃しの対象になっています。東京ドームのオープン、オープン、ボギワッチワッチ、ん、ジャストロキングで最後は行くね。何か、ストライクゾーン、右バッターも角度というか、はい、そういうものをつけたいというね。僕びっくり聞きたいんですけど、加藤がもう2つは早くに近所で攻撃しています。7回の表、加藤3者連続三振でリーグとマッチ3、3者も点を切っています。